バスケトークラジオ。はい、皆さんおはこんばんちは。第443回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と門吉です。どうもこんばんは。こんばんは。今日は12月15日火曜日0時34分というところから収録を開始しております。そしてなんとなんと、私45歳の誕生日になって。え、マジで？おめでとうございます。はい、なかなかいい年になってしまいましたね。年齢は公開してたっけ前から45歳って明言したけど今もういいおっさんでございますよ。もうねー、はい、年取りますよそらみんな。それはそれは。おおた、ちょっとなんかシリが勝手に喋ったわ、ごめんごめん。そうですか。はい、よいしょ。さて門吉さん、よいしょ、はい、今日はまあどんなことを教えてくれますか。まあ、そうですね、まずいくつかニュースをお話ししながらですね、メインはインカレというところに持っていきたいなと思っておりますが、なるほど。はい、どんなニュースがあるの。まずは、NBA の話ですけど、まず八村選手のそのウィザーズになんと、ウエストブルック来たね、共演チームメイト。すごいです、すごいですよね。すごいよな、ウエストブルックのパスから八村が空中で取ってそのままダンクなんていうのもね、あるんでしょうし、まあ、ウエストブックの場合自分で行くパターンが多いですけども、ですごくこうなんて言うんでしょうね、自分がストイックなだけに周りにも同じレベルのこう、ことを求めるっていう、そういう性格で非常に有名なのでね、ちょっときついみたいなね。そうですね、さあどんな、まあ佐藤先生のもとで鍛えられてたから大丈夫でしょう。大丈夫でしょうかね。すごいことやんな、でも。そうですね。で、ちょうど、今日というよりも12月14日の夜かな、ちょうどプレーシーズンマッチでですね、ブルックリンネッツと対戦してたんですけれども、僕それ、なんと、マッチアップの相手がケビン・デュラントだそうでですね。ケビン・デュラントフェイクで飛ばしてそこでこうバスカン決めたなんていうシーンがツイッターに動画で上がっておりましたけれどもね、渋すぎるでしょう。もうスケールが違いますよね。ねえ、そりゃランボルギーニ乗るわって話ですね。そうやんな、モン吉に教えてもらってすぐ調べたけどすっごいね、これすごいですよね本当に。これはなんでそういう話になったかっていうと、チームメイトなんでしたっけねこれね、誰か選手がチームメイトだね、あれは多分チームメイトですよね、がなんかがツイッターかなんかに動画かなんかでそれを八村選手がね、ランボルギーニいい車乗ってんなみたいなノリでこう動画に撮ってるところをツイートしてっていう、まあそんなので発覚したわけですけれどもね。すごいよね、ランブルギーニウルス、まあやっぱり、こう夢を与える立場になると、やっぱこういう車に乗んなきゃいけないってことになるんですかね。そうですよね、やっぱ憧れをねみんなに抱いてもらわなあかんよね。そのためにたくさんの給料もらってるんだみたいな話になっちゃうんですかね。そうなんでしょう。やっぱりこう初年度契約で4億っていうね、このスケール感ちょっとやっぱ日本国内でもその辺の野球とかとちょっと違うよね。まあそうですよね、ちょっと桁も違うからな。違う。ほんで小気味いいのがやっぱりこの八村の契約に対して僕よくいろんな人にその聞かれたのは、バスケってこんなにお金もらえんのっていうことをもうほんまに何回も言われましたね。
ああ、確かにそうですよまあ、アメリカでは当たり前ね。かもしれないけど、日本国内で、まあ、なんやったらバレーボールのがテレビ露出とか高い国で、この八村の小気味良さはすごいなと思いましたね。まあ、今でこそね、コマーシャルとか出て、まあまあ、それぐらいもらってんのかなみたいなの出てきたかもしれないけど、当時、誰その人みたいなね。あのぐらいの八村契約したてとかもびっくりしてたもんね、みんな。そうですね。そりゃね、ランボルギーニウルス乗りますよ。そうですね。まあ、車で言えば、なんて言うんでしょうね。私が以前、JBA のリフレッシュポイントつく講習かなんかで、佐古さんの話を聞いたときにですね、ある話をしてたのを思い出したんですけど、なんか、竹内康介選手だと思うんですけどね、竹内選手が愛知の時で一緒だった時か、それとも広島ドラゴンフレーズの時か忘れましたけども、割とね、頭が天井についてしまうような小さな車に乗ってたらしいんですよ。なるほど。で、それを見て佐古さんが、お前なって言って説教したらしいんですよ。お前は日本を代表する選手、子供たちに夢を与える選手だぞと。そんなお前がこんな車乗るなとか言ったらしいんですよ。ああ、そうなんだ。で、竹内選手すぐ車売って買い替えたらしいですよ。へえ。佐古さんにそんな男を語られちゃったらもうね、ほんまやね。金なくても買うしかないだろうなみたいなね、感じになっちゃいますけれどもね。もしくはものすごい小さい車に、まあ、サンルーフをフルオープンに常にしておいてですね、これでつかないですよっていうウィットの効いたことをやってくれたら面白かったんだけどそうですね、自分のデカさを逆にアピールするようなね。まあそんな話もねありましたけれども、まあ本当にね、今これ乗っちゃったら今度何になるんだろうな。いや、いくらでもあるでしょまあアメリカですからね、日本でそれやっちゃうとちょっと大変ですけど、ですね。さて、で、今度日本の国内の話になると、まずね、比江島選手がちょっと怪我しちゃったんですよね。そうなんだ。結構ね、これ大きな怪我っぽいんだよ。ただ、ちょっとね、私も漢字が読めないような、読めないというか、どういう怪我なのかよくわからないんですよね。正式な怪我の名前っていうのが、こう、よく最近出てくるんですけど、これ結局何なの？みたいな。そうなの。そんな怪我の名前な。なんとかなんとかなんとかしようってなってくると、もうなんかわからないところがあるじゃないですか、なんかこう見てると。まあ、とにかくちょっと長引きそうな感じなんですよ。右膝後方関節包損傷、右大腿骨および脛骨骨挫傷。骨挫傷って捻挫じゃなく、わかんない。骨と骨がぶつかってるような状態？結構重いですよね。感じで見てる限りには。本当やね。まあ、膝で軽いはないからな。まあ、そうですよね。なるほど。なんでね、その比江島選手が、まあ、怪我で抜けたので、まあ、LJ ピーク選手がね、ブレックスだとスタメンに今度で上がってきて、早速活躍してましたけれどもね。これ代表戦は？だ、2月とかになんかね、今度日本でやるって話ですけこど、れ膝間に合わないでしょこれは間に合わないというか、う。ちょうどそのぐらいの頃に怪我がやっと治るぐらいの感じですからね。ああ、そうなんや。代表戦に出れるまでの、なんて言うんでしょう、そ調の整？体を上げていくってのは無理ですよね。下手すりゃでも半年ぐらいかかっちゃったりするんですかね。今シーズン無理かもしれないですよね。かかると思う、俺は。こんな膝は分かんないけどね、全然。まあ、オリンピックにはギリギリ間に合うかっていうね、そんなところでしょうけれども。いや、本当そうなってくると、オリンピックかかってる代表選手とか怪我なくよね。もう今怪我しちゃったら泣いちゃうね、本当に。そうですよね。
まあでもオリンピックあるのかなこのコロナ。ね。と心配なってくるね。それでいうと直近のウィンターとかジュニアウィンターとかもやばくない今。ね、この前市船がねなんか 30何人って出てましたよね。そう30何人出たんや。いや5、60人のうちの30何人がバスケ部だったみたいなことが書いてあって、ダークラスターやん、うんうんうん、ただそれに対して市船がどうなったのかっていうことに関しては記事に上がってなかったので、ね、どうなるのかわからないですけど、うん、今日帰りの電車でヤフーニュース見てたら今度はその市船と練習試合を当時してた土浦日大の方からもまた出たと。でこっちはウィンターカップ危うしって出てましたからね。うわ、関東の強豪校が2つ一気にボコボコとこういう感じになっちゃって、もう本当にシャレにならないですね、ここへ来て。ないんでこれ本当に。まあ PCR でこう分かったってことだからね、うん、まあ多分症状は無症状ってことなんでしょうね。縁起でもない言い方だけど、こうなってくると PCR 検査をしなくていい状況を作らなきゃいけないって感じですよね。ちょっと変な話ですけど。ただめっちゃ出るよねそうなると。だって、うん、このクラスター2チーム、あ、わわわわ、ごめん、なんかすごい音鳴ってる。ただこのクラスター2チームに PCR 検査を行わなければ無症状のままたくさんの高校とやってしまうということでしょ。なので PCR 検査をしなくていい状況っていうのをもう作っておくないと、結局なんて言うんでしょうね、結局外と外部との接触を極力避けるっていう状況を作っとかないとっていうことですね。そういうことか。でも練習に向かうにもね、電車に乗ってバスに乗ってたらなんだってなるわけだし。そうでしょう。もうこのまま無事に年明け迎えられますようにというところなんですけどね。さて、まあそんなニュースもあり、ついでにもう一個マイナスなニュースを、マイナスというか、これもちょっとね話題になったんですけどもね、これ B リーグの話なんですけどね、まあニュースには B リーグ京都の前ヘッドコーチ、チーム運営会社を提訴。要は浜口炎ヘッドコーチ、今富山ですけど去年ハンナリーズにいて、でまだね複数年契約が残ってるって言われてたんですよ実は。はい。ところがいきなり京都を辞める話になり、その後の会見みたいなものだか、なんかそういうこう挨拶文的なものも変なさっぱり具合でですね、まあなんて言うんでしょうね、チームをこう長く見てた人とかファンの人たちっていうのはなんか変な違和感をですね、感じてて。なるほど。で余計なことも言わずに普通にあっさり辞めて、何だったんだっていう感じだったんですよ当初、その時は、でその後富山に行って、しかもマブンガもまだ契約してないからもしかして連れて行きじゃないのかって話になって、本当にマブンガが富山に来て、一体浜口さんと京都内で何があったんだろうねなんていうね。しかも B リーグの前ヘッドコーチが提訴、これは要するに浜口さんが提訴したってことです。京都、今京都のヘッドコーチはね、あの別のあれがなってますから。そうです。で結局未払い報酬950万円。なんか要は2018年6月から、7月からか、21年6月末まで、3年間のヘッドコーチ契約を結んでいたということなんです。だから要は今シーズンの終わりまでの契約本当は結んでたんですよねやっぱり。だけど今年5、6月に支払われるはずだった報酬250万円が未払い、あとは2019年 3月から1年間ゼネラルマネージャー業務も担っていて、その報酬600万も支払い義務があると主張しているというような、9期にわたってハンナリーズをずっと率いてた、これがあっさりなんか大して深いこう挨拶もせずあっさり辞めちゃうっていうところで、
まあ原因はこれだったんかいなというような話になっておりまして、苦しいんだな。だからなんて言うんでしょうね、これ前も何かで話したと思うんですけど、海外のバスケット選手の間では、うん、日本のチームって金払いがいいっていうことで最近人気が上がってきてるらしくてね、市場の、まあ、そういう影響もあって多分日本でプレーしてた選手がそういう噂をこうね仲間たちにもこう広めてってってことで、まあ、それで日本に来る海外の選手のレベルもどんどん上がってきてるんだと思うんですけど、だこれはこれで事実だと思うし、実際金払いがいいっていうのも確かにそうみたいで、海外だといきなりチームが潰れちゃったりとか、お金払ってくれないとかっていうのがあまりに多くて、逆にそうこんなに大きなニュースにならなかったりするんですって。へえ。いやもちろんその今 NBA にいるチームがそんな風になっちゃったら大事件ですけど、でもそこまでの市場じゃないんでね、日本の場合は、だから今ぐらいの日本の市場ぐらいのレベルで他の世界で同じぐらいのレベルのところで考えると、まあ日本はむしろまともな方らしいんですけどね。なるほど、だけど選手じゃなくてコーチに来ちゃったかみたいなね。あと個人的に興味持ったのはヘッドコーチってこんだけもらってんだっていうね。いやほんまに俺聞いてそっちに行きますよね興味が。ほう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 みたいな感じで、まあ、これで明るみやっと出たって感じやったもん俺聞いて。そう、これ本当にこれ基準がでこれね、でもね、なんだっけな、なんかのポッドキャストで聞いたんですけど、あのひるきさんが言ってたんだったっけな、でもこれね浜口さん本当はもっともらってるはずですよとか言ってましたけどね。だこれはあくまで利払い分だから本当はもっといろいろともらってるのがあったりしたんじゃないかとかね。だから他のチームとか監督ねのコーチの人たちも今回のニュース見てほーって思ってると思うんですよね。確かに、あの人があれだけもらってんだほーみたいなね、絶対変な空気流れてると思う。そうなんてことを話したくてついついちょっとここで取り上げてしまったんですけど、いや面白い面白い、いやこれだからブレックスのね、安西ヘッドコーチとかね、あとそれこそアルバルクのルカーヘッドコーチなんてどのぐらいもらってんだろうなと思いますよね。ほんまやな。あとさらに気になるのが、あのシーホース三河の君和さんとかね、はい、あの人も GM 兼ねてますからね。そうかそうか、 GM 兼ねると役員報酬が増えるんか、そうかそうかね、これは、まあ、別だもんねヘッドコーチの報酬と、ね、なるほど。いやでもこれは正直タブー視されるのかもしれないけど、やっぱりね選手のセカンドキャリアとか今一生懸命勉強してる人たちいるわけですからね、やっぱり夢を与えるというかこういうすごくいい稼げるというか、ね、そういうイメージを逆にもそういう方向に持ってった方が活気が出ていいんじゃないかなとか思いますけどね。ですね。まあでもね年俸制なんだから、でもこのぐらいもらわないとね、下手したらだって次の年はないかもしれないっていう、そういう職業なわけだから、ね、そのぐらいもらわないと割に合わないっていうのがありますよね。うんうんうん、まあ、して一部のリーグだから、B2B3 とは違うので。確かにね、慣れないよねなかなか。そうですよ、ましてやね、だって B 級からはもう本当にね、なんか誰でも試験受けれるわけでもないし、あれ推薦でしょ、 C 級もそう、推薦ないとダメですもんね。そうそう、そう、ましてや B 級じゃ取れ、できないよね多分。そうですね、 B 級だと確か前は B3 のアシスタントコーチはなれるとかだったんですけど、B2 とかでもアシスタントコーチはなれたんでしたっけ、忘れちゃったけど、なんかその辺がちょっとまたワンランク厳しくなったんです、確かね、変わっちゃったんで、なるほど。まあちょっと垣間見えて面白いニュースですね。いやそうなんですよね、これ密かにその
京都が未払いっていうことに関して反応するのは普通のファンの人たちですけど、ちょっと待って、高知の年収ってっていうのはちょっとまた違った目線の人たちがそこにちょっと食らいつくところというか拾っちゃいますよね。うん、そんなところですね。さて次は、あとは、うん、まあ、このインカレも含めてですけど、関西の、ね、学生が結構面白くて、うん、まず特別指定が今回 B1 に2人出てますよね。うんうん、1人が大阪エベッサ、大阪エベッサ藤本浩太選手。うーん、浩太選手行きましたね。すごいです。サインもらっとけばよかった。本当ね、一緒に見に行きましたもんね高校の時。そうですよ、あの時からもう藤本浩太選手ね、私あのドリブルとパス見た時にもうすげえと思いましたからね。うん、これはベスト、全国ベスト8以上のレベルのポイントガードだなと思ってたので、まあどうでもいい話ですけど、私の目に狂いはなかった的なね。いやでもほんまそうやで。うん、やっぱりこんだけいろんな選手見てくると、うんうん、やっぱりピンときた選手はやっぱりこうやって名前上がっていくなと思って、まあこれ嬉しいニュースでしたよね我々的にも。そうやね、うん、いや本当にプロになりましたね、なるんじゃねえかと言われながら、うん、本当になりました。いやもう本当にね、ベスタのでもプロじゃないのか、厳密には。うん、まだプロじゃないんだよね、まだ特別指定契約ですけどね。そうやんな、まあ、うん、でもこの時点で特別指定選手に選ばれてる時点で、はい、まあ、どこかしら入るでしょうね。まあそうでしょうね、うん、間違いないな、うんうん、あともう一人本当にホットな12月14日の午後に発表になったんですけど、うん、大阪学院大、まあ、関西でもね、もうないろんなランキングに入ることでこの人だけはズバ抜けてると言われてた、はい、吉井宏隆選手ですね。うん、うん、もう本当に下級生の頃から大阪学院大で大活躍中の選手でしたけども。そうやったな、うんうん、なんとアルバルク東京、えぐい、すごいよな。やっぱねこういう人材見逃さないっすねアルバルクね。斎藤匠は取るわ、うん、小坂部選手取るわな、今度は吉井選手取ってきたかと。すごいな、うん、ちょっとね今回ねアルバルク東京ちょっとね今成績いまいちなんですよね去年に比べると。でもアルバルクだからいい。そうでアルバルク後で調子上げていくチームっていうのもあるんですけど、ちょっとそれにしても今年ちょっと負けすぎてんじゃないかって部分もあるんですけどね、うんうん、勝ち越してはいるものの、うんうん、ただそういう中でちょっと違うのは、うん、若い選手結構使ってるんですよ。ああそうなん、大阪部選手なんか結構出てますよ。あ、出てるんやな。だって去年とか一昨年だが斎藤匠選手全然もう解剖しにしてたり全然試合出てなかったのに、うんうん、今年は大阪部選手特別してるのめちゃ使ってますよ。あ、そうなんや。うん、サンロッカーズ戦この前、うん、試合中でカットインしててそのまま思いっきりダンクに行こうとしたら、うん、サンロッカーズの外人に思いっきりブロック食らってましたけど、うん、ああそう、うん、だけど本当にスリーポイントにダンクにっていう結構見せ場を作ってますしね、うんうんうん、プレータイムもらってますから、うんうんうん、こういう選手も使い始めたなと思って、うん、まあ馬場選手とか抜けてねちょっとこう層がっていう部分もあるのかもしれませんけれども、うん、うん、やっぱりこうリクルートしっかり動いてるんだろうね。ちゃんとこう芯のしっかりした選手をこうチームの、まあ、なんていうかな、ブランドにこう左右されず取ってる感じがするよね。そうですね、というかまあもう本当に育てて絶対まだまだ伸びるっていう、うん、もうそういうところを見抜いてる選手、完成された選手ではなくてっていうところですよね、うん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 、伸びしろを持ってる選手というか。そうですね、うん、うん、面白い。そうですね、じゃあいよいよインカレ行きますか。行きましょう行きましょう。かなりもったいぶってしまいましたが、いやいや競り上げてきましたね。さあで女子から行きましょうかね。あ、女子から行きますか、うん、で女子、まあ確かインカレに関しても1日目が終わったところぐらいまでは、うん、確かご紹介をさせていただいてたはずなんですよ。そうだね、うん、
険したチームも出てしまったりとかね、そう、まあいろいろそういう話もしましたけれども、しました。2日目のところの結果ぐらいからじゃあお話ししていきましょうかね。そうしましょう、順番に。そうしましょう。2日目になってシードでもないのか、強い学校もどんどん出てきて、うん、まず拓大対北昇大学が111対49で拓大、うん、で札幌学院対大阪人間科学、うん、67対94で大阪人間科学、うん、で倉敷芸術科学大学対日本体育大学49対98で日体大、うん、順天堂対静岡産業大学は67対60で順天堂大、うん、で日本経済大学対関西学院、これが78対64で日本経済、うん、日本経済ってなんか留学生でもいそうですね、これいるのかね。日本経済大って、ああやっぱいるな、いるいる、うん、ああいますね。190センチ、うん、一ノ関学院からリスカウトしたんだ。渋いところから取ってきてんな、うん、これ日本経済って男女ともにいますからね、留学生ね、うんうんうん、でその後仙台大対大阪体育大学は64対113で大阪体育大、うん、新潟医療福祉対福岡大が73対79で福岡大、うん、日本女子体育大学対北陸大学が93対64で日本女子体育大学、ここで、1回戦が全部終わりみたいなところかな、これ、うん。日本女子体育大学はどこだこれ、ブロック的にはあらどこだ、日本女子体育大学、日本女子あったあったここだ、ここで、あここで2回戦が終わったってことか、福岡大学終わってで、ここからベスト8かな、早稲田対愛知学生、いいよいいよ、あベスト16、ベスト8をかけた対戦か、そう8掛けやね、8掛け、これで早稲田対愛知学生で愛知学生、うん、うん、まあ、愛知学生といえば私たちの頃はね、うん、西の愛知学生と東の日体大がなんかいつも決勝で当たってるイメージだったんですよね。酒井先生でしたっけね、愛知学生のね、有名な先生いましたね、眼鏡かけた細身のね、うーん、であと拓殖大対大阪人間科学、これは関東関西の U 同士の対戦ですよね、うん、これが拓大が86対73で勝ち、うんうん、で今度筑波対松陰、これ関東同士ですけど筑波が74対57で勝ちました、うん、順天堂対日体大、これはまあちょっと貫禄勝ちですね、日体大が81対49、うん、で山梨学院対東京医療保険、うん、94対66で東京医療保険、うん、これ実は東京医療保険って留学生いるんですよね、東京医療保険、なんかそんなイメージなかったんですけど高知中央にいた選手を取ってるんですよ、へえ、俺91センチいるもんだと思ってたわ、うん、うん、で、日本経済大学対大阪体育大学、なんと大阪体育大学が71対66で日本経済を退けると、うん、大阪体育大学もねもともと強いですけど、うん、でもここも留学生いた、うんうんうん、でもねなんかあんま大きくない、180センチですって、はあそう、東亜学園高校からアンモールプリートコール選手180センチ、おー、まあ普通よりは大きいけど、うん、でも他のチームの留学生みたいなあれでもないですよね、本当だな、うん、で次白鵬対選手、なんか男子みたいですけどね、85対51で白鵬の勝ち、うん、で日本女子体育大学対福岡大学、78対67で日本女子体育大学、うん、うん、これ日本女子体育大学は留学生いるのかなってなんか一時気にしちゃうんですけど、うん、なんか写真見るとそれっぽいのがいたけど、これは、ハーフっぽかった、うん、エゼンバなんとかオリサっていうのかな、これ安城学園から来てる175センチのハーフの方ですね、うん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 、はいるみたいですけど留学生じゃない、エゼンバ15番、うん、で今度12月10日8、うん、
うん、で大阪体育大学と東京医療保険、うん、101-51、なんと50点差。すごいな。東京医療保険。なんだこれ、強いな、ほんと。で、次、筑波対日体大。ここで日筑戦だ。交流戦を毎年やってるチーム同士ですけど、筑波が80-68で、いい試合だったんでしょうね、これね。12点差ですけど、筑波の勝ち。で、白鵬対日本女子体育大学。84-61で白鵬。うん、で拓大対愛知学生、うん、89-71で拓殖大学。うん、拓大も留学生いますよね。うん、バイクンバディアさん、ディアさん、うん、あれディアさんってこれどこでしたっけ、学校。岐阜女子だね。あ、そうだ、岐阜女だ、うん、そうだそうだそうだですね。うん、190cm。 うん、でここまで来て今度ベスト4ですね。うん、ベスト4に残ったのが、拓殖、筑波、白鵬、東京医療保険。うん、あ違う、あいいんだいいんだ。うん、でですね、うん、あらで結局準決勝が、あらこれなんだ、どうなってんだこれ。準決勝が白鵬対拓殖、うんうん、で、87-60、うん、で白鵬の勝ち。白鵬の勝ちね。で、東京医療保険対筑波、うんうんうん、81-48で東京医療保険、うん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 、で三決、翌日ですね、12月12日、おとといなのか、うん、筑波対拓殖で、3位決定戦、筑波が68-50で勝ち。うん、うん、で決勝戦、これ2年連続同じカード、うん、東京医療保険対白鵬、うん、そして2年連続で、東京医療保険が勝ったということですね。そうですね。白鵬の留学生は12点、リバウンド、これリバウンドエピソードってな、これ、リバウンド13 なるほど、リバウンド13。医療保険の、留学生は、リバウンドは7ですけど、うん、でね、キャプテンの2番の赤木里帆選手が26点取ってんですよね。すごいな、赤木里帆選手。うん、これ確か大岡出身の選手のはずなんですが。へえ、うん、そうですね。まあ強いな、医療保険は。ますます恩塚先生がまたね、うん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 、名前を挙げてしまいましたが、そうですね、まあ、両方とも留学生もいるチームですしね、うん、そういう意味でのハンデっていうのは特にない中でいるわけですけど、うん、これ医療保険ね、全社20点以上差つけてるんですよ、これ。すごいな、圧倒的やね。圧倒的ですよ、これ。今年は男女ともにそういうことになってるよね、うん、なんか。まあそうですね。うーん、男子の東海 もうまだこれから話してくれるんだろうけど、まあそうですね、圧倒的やもんな。で、ちなみにこれ女子の白鵬の方も決勝以外は全部20点以上差つけてるんですよ。おお、そうなんだ。うん、うん、本当やな。ほうほうほう、そうなんです。おお、本当だ、うん、だから本当に2強って感じですね。うん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 、うん、こうなるべくしてなった組み合わせってとこです。うん、うん、なるほど。はい、そして男子いきましょう。はい、いきましょういきましょう、うん、男子はですね、これも本当に2回戦ぐらいのところまでしか話ができてなかったと思うので、うん、順番に紹介をしていくという形ですよね。うん、で、確か明星大学が初戦をね、大阪学院大学が棄権ってことで、うんうん、吉井選手最後インカレ出れなかったということなんですけどね。うん、
うん、で近代が今回はねとにかく頑張りましたよね、うん、これね、うんまず静岡産業大学に88対55で勝ちと、うん、で東海大が101対66で星槎道都大学に勝ちました、うん、で名古屋学院対専修私は楽しみとか言ってたんですけど、うん意外に差がついてしまいまして33点差、うんうんうんはい、選手が勝ちました。そうですね。これ留学生つってもなんか中国系のあれなのかな。なんだこれ。オーウェイか。でもなかなこれ。どこ？名古屋学院です。あーオーウェイかなんかな。リバウンドでも17取ってんだ。すげえな。中部第一。うん。あ、そうか、中部第一の選手か、うん、なるほどなるほど、中部第一、うん、まあ地元なんですね、うんうん、で、白鵬対東海大札幌102対50で白鵬、うん、まあで今度3日目ですね、うん、3日目といってもまだ1回戦だこれ一部、うん、早稲田対松山大学120対49、うんうん、これすごい得点差ね。で中大は、広島大学にこれは不戦勝、うんで日大対岩手大学が66対119で、日大、うん、これでもねちょっとスコア見てたらね日大相手に1人で28点取ってる選手がいたんですよ、岩手大マジで、うん、3ポイント16本打って4本イン、うん、2ポイント18本打って7本イン、うん、フリースロー2本、オフェンスリバウンド2、うん、ディフェンスリバウンド5、トータルで7、うん、若干これインサイドもできて、うんスティールも2つとかアシストも2とかなんか何でもやってんだこの人、すごい暴れてるな、これは大暴れですね、ねえ、なんか佐渡原選手みたいな選手なのかなこれ、うん、なんかそこそこ背が高くてガタイが良くて何でもできる選手っていうスコアだけ見るとそんな感じがしますけれどもね、そうやね、なんか得点バランスいいね、相葉選手っていう選手ですねこれね、相葉選手、岩手大、これ確か私共通のあれで送りましたけど、なんかどこだっけな、出身がね秋田中央高校出身で187センチのセンターだ俺、おおそうなんだ、しかもまだ2年生いいね、さすが岩手大学、東北のいい選手取りますね、うんうんうん、素晴らしい、うん、まあ要注目というのもあれですけど、うん、うん、面白い選手がやっぱ出てきますよね、ねえ伊達に東北勝ち抜いてない、うん、うん、で東北のそのもう一校である東北学院が青学と当たりましたが、うん、今回はボコボコにされてしまいまして、104対、47ですね、うんうんうん、まあこれはしょうがないだろうなというところですけどもね、うん、うん、開いたね、開きましたね、はい、うん、で次が、日体大対京産、うん、この日で一番面白い試合だったと思うんですが、うん、88対78で、日体大が取りました、うん、まあなんて言うんでしょうね、日体大ガードの井手匠選手3ポイント10分の5 23点、うん、ジョナサン18点、うん、控えで出てきたクリスティン20点、うん、なんか日体大のバスケも変わりつつあるのかなと思いつつ、うん、でも井出選手がこんだけ点取ってるのを見るとなんだかんだ言ったらみんな走ってんだろうなって感じもしますけども、うんうん、井出選手アシストいくつだろう、アシストはでも2なんだ、土井選手がでもアシスト5、うんうん、そして福岡第一とで河村選手とコンビを組んでた小川選手がアシスト4、うん、26分出てる、 あれやっぱ井出選手と小川選手出てたらちょっぱやですねこれ、うーんめっちゃ知ってんだろうなこれあんま早いんやろな、ちなみに京さんはこれ、うん、ヘッドコーチは村上さんですけどね、うん、私たちの世代のポイントガードだったね、うん、アンドレ選手留学生23番のねこれが30点取ってまして、うん、リバウンドも20、うんうん、ですね、
あと上田選手が17点か。まあでも今年は本当近畿勢は面白かった。ちょっと気を吐いてくれたのかな。そうですね。そしていよいよベスト8掛けか。8掛けで、まず青学対中央。どっち勝つかなってとこでしたけど、青学が77対68で勝ちました、で次専修対明星大ですね、116対69、専修の勝ちでしたね、ちょっと1ピリで19対28、2ピリが22対22互角、3ピリが32対21、4ピリが34対7と。4ピリ決定的やね、まあオフェンシブなチーム同士でしたけどね、最後なんかもう選手が圧倒した感じでしたね。そうか。で大東文化対福岡大学、これが84対51で大東文化の勝ちですね。大東文化はしかし本当に失点が少ない。そうですよね、だってこれ龍谷大学との初戦なんて1ピリ2対6みたいな、それなんなんて思ったね。で2ピリが8対25で、2ピリ終わった前半終わったところで相手10点に抑えてるっていうね、これほんまどうなってんやろ、ほんま間違いかと思っちゃいましたよねこれ見た時ね、ほんとにもいやー大東面白いねえ、やっぱねこういう学生ならではですよね、こういうチームってやっぱり、プロだとなかなかこういう風にならないですからね、面白い。確かに。でここです、筑波大学対中京大学、66対60、これはね中京頑張りましたよ本当。惜しかったねー。この前バスラジのゲストで出てくれた山地選手どうだったんですかね。なんかね山地選手ね、その前の試合はスタメンだったんですけど、筑波大戦はスタメンじゃなかったんですか。あ、そうなんだ。出てる時間もね、なんか15分ぐらい、13分か、ちょっといつもより少なくて6点3ポイント2本、でも当然活躍はされてるようですが、いやーこれ惜しかったですね。惜しかったね、6点差か、しかしね、やっぱ筑波ね、エースの山口選手はすごい、全試合なんかもう10点台後半か20点台取ってますからね。ああそう、もうここへ来てもう本当に大エースですよ。まあ宇都宮ブレックスにね、あの特別指定で去年行ってましたけれども、全然試合出番なかったんですよ。あ、そうなの。だけどやっぱり大学の方に戻っちゃうとこんなになっちゃうっていうね。すごいよね、それともプロの練習で揉まれてさらにこう伸びてこうなったのか分かりますけどね。まあ、でも絶対自信にはなって学生のゲームに入るやろうしね。そうですね、いい刺激になってるんだと思うんですけど、いい刺激になってるやろうね。で次これも面白い試合なんですけどね、早稲田対日大、85対79で、早稲田、早稲田は土屋選手がこの試合で28点取ってますね。3ポイント7分の5、去年も1年生にしてスタートで出てましたけど、もうね、土屋選手には好き勝手やらせるよっていうようなそういう雰囲気を感じましたね。ああそうなんだ。もうあれなんて言うんだろう、1年生であんなプレーしてたら普通怒られんだろうっていう、そういう完全になんかこう自分中心の長谷川、今やねなんか、もう引退しちゃいましたけど、長谷川誠さんがポイントガードやってるような、そういう、もう全部自分中心に動くような感じのプレーをしてるように見えたぐらいです、去年見たときは。やっぱまず最初自分で行くっていう、そういうのすごい
感じるんですよね、うんうん、この選手のプレー見てると。それは倉石先生が言ってるのかな、わかんないですけどね、そういう風に育成してるのかな。まああんなシステマチックなバスケットを好むようなタイプの方が自由にさせてるんだから、もうお前は行けるとこどんどん行けって言われてんじゃないかなっていう感じしますけどね。うん、ただ去年よりはアシストにも力入れてるのかな、うん、っていう感じもしますけどね。アシストは5か、アシスト5か、立派やけどね、10点に絡んでるアシスト、うん、あと小室選手が結構ねあの形でスリーポイントも打つようになってるんで、この試合でも7分の3、スリーポイント3本決めてますね。で日大はやっぱちょっと大きいけど、やっぱりね、うん、杉本天翔選手がねすごいはすごいんだけど、うん、数字だけで見ると試合によってえらいムラがあるんですよね。5点ぐらいしか取ってない日もあるかと思えば、うん、この試合だと23点取ってるんですけど、どうも数字が読めない感はありますよね、この選手ね、すごいけど、うん、確かに高校の時もそうだったよね、ビッグショット決めるけど、っていう。で高原選手と2人して出てるんですけどね、高原選手が18点、杉本選手23点、2人とも、まあ、土浦だっけ、2人ともそうですね、1個違いか、1個違いのベースやね両方とも、まあ、この2人がこんだけ取ってるんで、まあ、点の取り合いにはなったような雰囲気は感じるんですけどね、85対79だからそこそこ点は入ってる試合だと思うし、でシェイク・ケイタ選手は4点しか取ってないですね、リバウンドは12だけど、そっか、リバウンドはね立派やけどな、そうですね、なるほど、まあそういうわけで、日大敗れました。で次、日体大対近畿大学、これも、67対71でなんと近大、おー立派、これしかもね1ピリ20対10で日体大が取ってるんですよ、うん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 、で2ピリが10対14で近畿、6点差に縮める、でさらに3ピリで20対22で近大が2点リードで、ここ4点差に縮める、で最後17対25 4ピリで逆転して67対71という、まあ近大といえばですね、まあパトリック選手ですよね、岡田選手と一緒にこう東山をね、準優勝に導いた、この試合も10リバウンドの18点、素晴らしいね、質が高かったよね高校の時から、そうですね、やっぱ安定感がある留学生ですよね、でそれ以外だと米澤選手とか坂口選手っていうスタートで出たり出てなかったりとかそういう感じの選手が割と十何点取ったりとかしてて、日本人選手は割と点数はその日によってばらけてる感があるんで、意外とまた絞りにくいのか、なのかってとこですね。で私が注目してた東海大対天理大、86対62で、東海大と、この試合では、大倉壮太11点、川村選手5点、大倉壮太3ポイント3分の2、川村選手3ポイント5分の1、ですけど、アシストも大倉壮太3、川村選手2、プレータイム2人とも24分、佐田原選手すごいな、まあ、佐田原26点、もうね佐田原選手ね、これ私毎回言ってますけど、もうね本当ね和製バークレーですよこの人、もうそんなフィジカル強い、もうあの合体で、東海大相模の時はもう本当にゴール下の要だったんですけどね、大学入ってまあ巨体の選手がね多いチームだから、必然的に上に上がっちゃうっていうのももしかしたらあったのかもしれないですけど、でもね YouTube とかで見ると分かるんですけど、あとはな選手がね誰か大学の他の選抜選手とかとワンオンワンやってる動画が上がってるの見たんですよ、ドリブルハンドリング結構鬼ですよあの人、ああそうなんや、あの型でこんなの平然とやってのけちゃうんだっていう、
だから本当にオールラウンダーに育てた陸川さんすごい。うーん、あるいはその環境がそうさせたのかもしれないし、いやだからね、うん、批判でも何でもないんですけど、この前代表選手候補がバーって名前上がった時に、うん、東海大の西田選手が入ってたんですよね、うんうんうん、一人だけ、うんうんうん、いやいや佐渡花選手選ぶべきなんじゃないかって。いや私本当そう思いましたから、うん、だって東海大に入ってあんだけ化けるんだから、うん、これ日本代表選手たちの間に揉まれたらもっと化けちゃうんかって思うんですよ。なるほど、うん、西田選手は別にシューターだからね、もういろいろフォーメーションとか覚えてこう、ね、成長するところももちろんあるんでしょうけど、うん、里原選手の方が絶対日本に必要な選手だと思うんだよ、なるほど、で里原ビーキの私は思ったのであります。でもねまだねプレー見たことない人本当見てほしいですね、里原選手。うん、もう今ね結構有名になってきてるから結構 YouTube 上がってるね。という意味では僕もそれ見たことあるんですよ。うん、うん、これの本当の凄さは、うん、その好プレイ集めた動画もそうですけど、私がさっき言った、うん、なんかね、白鸚のね誰かとかとなんかワンオンワンやってる動画とか上がってたんですよ、うんうんうん、あれ見た時に本当にすっげえこんなん止められんわと思いました。うーん、で普段だって練習で八村アレンとかね、うんうん、あんなのもワンオンワンやってるわけですよ、うんうん、おりゃこうなるわなっていうね、うん、なるほど、うん、本当にこの選手楽しみ。まあ天理はもうちょっとねえスコアを取りたかったね。そうですね、結局大スコアに持ち込むチームって、うん、ディフェンスがすごいからこういう風になるんですけど、うん、一方でそのスタイルにせざるを得ないっていうオフェンス力に原因があったりもするのでね。そうなんだろうな、うん、62点で勝ちに行くって言ったら難しいよね。うん、これちょっとむずいですね。なあ、うん、相手東海やしなあ、うん、でやっぱ弱いところで勝負されちゃうとどうしてもね、うんうん、さてそこであとは、はい、明治対白鸚、うんうん、62対72で、白鸚が勝ちまして、うん、まあ明治もなかなか頑張ったと思うんですけどね、うんうんうん、うん、日本人選手でね固めて、うん、東邦学園でセンターやってた植松選手、うん、結構活躍してますよ、17点。で白鸚はね、うん、関谷ポコロ選手っていうね、うん、飛龍高校で、うん、インターハイでね市船の選手集めて有名な、はい、うん、ただ彼がね去年までスタメンだったのは今年控えに回ってですね、代わりにスタメンに入ったのが脇選手、脇選手大阪商科大学、あ大阪じゃない岡山商科大学付属の去年大エースだった、うん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 、報徳学園相手に一人で果敢に攻め入ってた脇選手が1年生ながら白鸚でスタメンを取りましてですね、すごいすごい、うん、関谷選手をシックスマンに追い込んだというのも変な言い方ですけどね。でもアンダー18の日本代表だったよね脇選手。そうですね、うん、プレイタイムも24分ということで、うん、2番目に長い、うん、網野ヘッドコーチの信頼を得ておりますね。すごいね、うん、ってなわけで、白鸚大学の、ベスト4に貢献という、あ、じゃあベスト8に貢献ということかな、うん、で今度ベスト8の対戦かな、うん、大東文化と八学、うん、もう本当に関東のリーグ戦みたいになってますが61対47、大東鬼ですよこれも、うん、これもまたね、1ピリが11対16、うん、2ピリが15対13、うん、3ピリが8対9、本当にロースカーだなこれ。青学47点に抑えるってどういうことですかっていうね、まあ、すごいよなほんまに、うん、で次、東海対早稲田70対52で東海、うん、うん、これもな
早稲田52点に押されてどういうことですかって話なんですけど、この試合ね、実は河村選手0点なんですよね。ああ、そうなんだ。なんですけど、あ、でも本当にそうだな。そんなにこの試合は目立たなかったみたいですね。大倉選手も9点、3ポイント3分の2。うん、まあ、大体平均して取れてんな。でも、佐渡原選手がこの試合では10点。西田選手が15点。まあ、でも、ロースカのゲームだから、どっちのチームもそんなに2桁取ってる人いないんだよな。でも、早稲田のディフェンス的には成功してるよね。ああ、そうですね。70点やったら、勝ちにいける失点ではあるんだけど、取れないんだろうな。土屋選手が15点。星川選手が16。そうです。柳川選手、スタメンで出てる選手で0点とかいますからね。ちょっとやっぱ、津田選手、2人スタメンで0点がいる。やっぱこういう部分だな。そうだな。そして、筑波対選手。この試合がすごかった。オーバータイム。60、オーバータイムに行って64対60というね。筑波すげえ。選手をオーバータイム含めて60点に抑えたっていう。これは筑波あっぱれって感じですね。そしてそんな中で山口選手22点。大きいな。ちなみにね、筑波には横地選手も入ってるんですけど、この試合なぜか試合出てないですね。横地選手怪我でもしてんのかな、これ。で、選手はやっぱり西野選手が毎回安定して十何点取ってますけどね。そしてキング海選手、そうですね。まあ、ここで、選手が消えました、そして白鴎大学対近畿大学、これもね面白そうな試合だなと思ったんですけど、69対52、白鴎が勝っちゃいましたね。パトリックでもそんな中で21点。あとの選手はだいぶねスタメンのうち 1,2,3 人が2点、だいぶ抑えられましたね。これはで関谷選手が控えながら20分出て、アハクをですね10点取ってますね。まあそんなところです。で、次いよいよベスト4、筑波対大東文化、これもオーバータイム。これ最初筑波が17対7でリード、2ピリも15対12でリード、ところが3ピリで8対19となり、ここやね、3ピリで同等の追い上げでしたね。これすごいね。で4ピリで14対16、これでぴったりで終わってオーバータイムっていうことなんですけど、この試合山口選手29点、もうね本当大エースです彼。すごいな。でシックスマンとして次期エースの二上選手がいるんですけども、この二上選手が12点取ってましたね。まあでもこれ、まあ筑波だらオーバータイムが確か2試合か3試合あったんですよ、筑波今回ね。すごい粘り強さがこう、だ接戦だったら逆に俺らの方が有利だぐらいのつもりで筑波は戦うつもりだったんでしょうね、きっと決勝は。で東海対白鵬が、83対62でこれ意外に開きまして、大倉壮太11点、川村20点。波あるな。でもこんなに取れるんだ、ね、1回でこいつかよって感じですよね。スチール5、5スチールですよ。すごいな。もうボール奪って点取ったんだろうなっていうのが容易にわかる。と思ったら違った。3ポイントが7分の5。15点3ポイントだった。20分の。そう、ほんまやな。うん。かあ、高確率やね。ね。
なんなの？あ、確かなんかハイライト動画で上がってたな、河村選手スリーバックボコボコ決めてんの。へえ。逆に佐渡原選手がこの試合は7点しか取ってなかったということですが、うんうんうん、あ、まあリバウンドは6本、っていうとこです。八村選手も22点取ってるな。白鴎大学、うん、荒谷選手21点、うん、脇選手なんと0点、うん、まあこの辺抑えられたんだろうな。そして、3位決定戦白鴎対大東文化、うん、これがね、大東文化が逆に、抑えられてしまって65対47で白鴎ですね。うん、うん、関谷選手控えながら12点、うん、控えで17点取れるってすごいな。うん、うん、大東文化このクリバリ選手が0点なんですよね、スタートで出てて。そうな、何が起きたんだこれ。うアビブ選手も控えで出て張って、留学生が点取れてないな、この試合。そして決勝、東海大筑波、75対57で東海。75、57か。圧倒的やったね、今回の東海。東海もこれ、全試合、ディフェンスを60点台、一番取られてるのが1回戦の精査道都大学で66点なんですよ。うーん、この66点というのもちょっと気が緩んで、なんか結構ミスが結構連発したって書いてありましたけど、記事には。うん、ちょっとメンバー落としたりもあるだろうし、うん、うん、でもそれ以外はもう本当にもうディフェンスの勝利ですよこれはね。いや本当にね、決勝の筑波に関してもだって57点に抑えてるわけですからね。うん、まあすごいすごいね。去年はね、この東海があっさり選手に負けてしまって、うん、選手対筑波の決勝戦だったわけですけれど、今年はもう圧勝でしたね。圧勝やね、ほんまに。これはまあちょっとね、見に行きたかったな。ね、うん、近くまではいたんですけどね。うん、あ、ちなみにね、順位決定戦でなんと近畿大学5位、うん、順位決定戦でまず早稲田相手に75対66で勝ち、うん、で5位6位決定戦でなんと専修に勝ちましたね。これすごいよな、専修に勝つって半端ないわこれ、近大、うんうん、あっぱれ、うん、あっぱれ勝ちますね。うん、まあ今年だから近畿結構いろんな意味で頑張った年なんでしょうね、こうやって特別指定の選手なんかも B1 の行く選手も出てるし、で京さんは福岡第一といい試合して名を上げるし、近畿はまあベスト4には入れないまでもね、こうやって5位になるし立派ですよね。確かに関西強くならないとね。でちなみに MVP には大倉壮太選手が選ばれたそうです。ああそうなんだ。だけど浮かない顔をしていてですね、なぜかといえば、筑波のゾーンディフェンスに手こずって崩すことができなかったっていうことをインタビューで答えてたそうです。なるほど、あとは、これから先は何だろう、もう大学が出るのはないんですよね。もう日本オールジャパンも大学生は出てこないですからね。そっか今シーズンは終わりか。そういうことですね。まあできただけギリギリという感じやけど、まあ良かったし、時代が時代でなんとか見れる環境があり、バスケライブ J ネット TV っていうんですか、はい、こんなんとかでなんとか見れましたけど、これ親切にですね YouTube でももう次の日には見れるようになってました。あ、そう、
これ分からないんだけど、 J スポーツかなんかを誰かが撮ったの YouTube に上げてるのか何なのか分からないんですけど、音声は聞こえないんですけど、なんか画像だけはちゃんと J スポーツかなんかの画像かなんかを YouTube で見れるようになってましたね。なるほど。だから私もそれで1日遅れでいろいろ見たりしてるんですけど、そうか。モン吉から見て面白い選手いましたか？いや、 やっぱり里原選手にばっかり目がいっちゃいましたけどね。里原選手ね、フィジカルモンスター。あとはやっぱ専修大学の西野選手、さすがやっぱ秋田の、ね、特別指定とかでプロに揉まれてて、うんうん、3X3 やら何やらで、うん、技を磨いて、うん、だけでもことはあるなと。ありますか。あとは思った以上に中央大学が結構いいチーム作ってきてるなっていう感じを。おー、そうなんだ。まあ、あとはやっぱ何より中京、やっぱりこう準優勝の筑波と大接戦、面白かったと思いますし、そうですね。まあでも選手だったらもうやっぱ佐渡原選手一押しですね、私は。ああ、そうなんや。やっぱこういう選手日本にだって貴重ですよ。確かに、外国人のつけるもんな。いや本当そうですよ、留学生より体強いと思いますよ、彼。確かに、なるほど。あとね、個人的にはあとね、神奈川出身だからっていうのもあるんですけど、選手のね、キンク・カイ選手、この選手もね、面白いですよね。選手向け、いかにも選手のバスケットっていう感じです。選手のバスケのスタイル変わってないかな。そうですね、ヘッドコーチが今佐々木先生に変わって、中原さんじゃないんですよね今ね。スタイルはどう？でもあんまり厳しく管理する選手、あのコーチって感じはしないですね。どっちかっていうと選手とよく話し合っていろいろやってるような感じ。なんか真面目そうな人柄の方で、やっぱ選手の良さをうまく生かしつつ、っていうところを考えてるような気はしますよね。なるほど。あと日体大の井出選手、めっちゃ速い。速いって言ってたね。大好き。はい。井出選手か。大東文化は去年前や一昨年と比べるとスター選手的な選手はちょっと減ってるんですけどね。バスケットスタイルは変わらず。やっぱここまで来てすごいなと思いましたしね。なるほど。まあまあ今日はこんなとこでしょうか。そうですね。ありがとうございます。今日も勉強になりました。こちらこそ。今度次回なんだけど、はい、ちょっとインターハイ触っとくか。あ、インターハイちゃう、ごめん、ウィンターカップ、もちろんです。結局ちょっととやりましょうって言っててできなかったもんね。そうですね、まだ間に合うからちょっとやっときましょうよ。そうですね、次回はウィンターカップ特集ということで。そうですね、やりたいと思います。はい、はい。皆さんも443回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただきましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と45歳になりましたモン吉でございました。おめでとうございました。ハッピーバースデー。バイバーイ。バイバーイ。